こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。先ほどですね、オープニングで見ていただいた丸太をね、ここに持ってきました。電動のチェーンソーで、切りました。今回ですね、両備さんのバッテリー式のチェーンソーでちょっと切断してみました。なんでこれ切断してここに置いてるかというと、私のですね、先輩にあたる方が YouTube をやっておりまして、でそちらの方の動画を昨日見ました。そしたらですね、スウェーデントーチ、ね、スウェーデントーチ、スウェーデントーチといって、この丸太、乾燥した丸太に十字架に切り込みを入れてね、着火剤流して火つけたらなんかこうトーチみたいになる。そう、めちゃくちゃ良かったんですよ、僕見て。なんか今からキャンプシーズンとかあるじゃないですか、もう事前に切っていって、現場でそのキャンプとかね、現場でやるともうすごくいいと思います。なんでちょっとそれをね、今日ちょっと真似をしてみたいと思います。でちなみに、そのチャンネル、ひよこチャンネルという二商店さんっていうね、中津の販売店さんがやってるんで、ぜひ応援してあげてください。ということで今からやります。ちょっと僕の方がうまいやないかなと思うけど、どう？うまい、うまいと思います。まあでもね、ひよこくんも頑張ってるんで、私も頑張りたいと思います。じゃあちょっとチェーンソーでこう十字に入れるんだってね、はい、じゃあやりますよ。はい、頑張りましょう。そうですね、まず切り込みがこんなもんと。今ちょっと切り込み入れてみましたけども、ちなみに今回ね、使ってるのは両備さんの、まあ、いわゆる京セラさんですよね、の型式が BCS-1836 というモデルですね。まあ、今これ20センチないぐらいかなのこの丸太をね、今ちょっと切り込み入れました。実際ね、これあのカットもこの機種でやってみましたね。まあ、そんなに、無理せず切れる感じになってます。結構切れいいですよね。え、結構切れがいいですよね。腕がいいすみませんいきますね。いい、作業することどれぐらい？3分、4分くらいか。そうです ね。よし、簡単にできますね。簡単にできる。で、あとはここに着火剤を入れて、あとは添加剤。この着火剤とこの着火マンで火をつけますね。はい、ちょっと場所移動したでしょ。雰囲気いいですね。雰囲気いい、はい、ちょっとあの、何リゾート風やろどれぐらい入れればいいんかな。結構入れていいんじゃないですかね。よし、いいかな。はい、じゃあ着火するね。はい、ロックか。あ、ついたついた。あ、ついてますね。うん、木に燃え移る前ちょっと時間かかると思うんですよ。うんうん、今までの YouTube 振り返ってみますか。去年の5月の31日からね。はい、え、違う、ここしか映ってねえのよ。いや、写真映ってる5月の31日から初めて第1本目の動画ね。はい、記念すべき、はい、すっぽん、すっぽんから多分皆さん見られてないと思いますけど当初はね、はい、すっぽんを撮りましたよ何をしていいか分からず全然動画も回らずね知り合いというか近所のおじさんがすっぽんが釣れるよということでまあ、あの洗浄機の会にも登場していただきましたけどもすっぽんの先生、すっぽんの先生が
まあ、でもこれ炎見えてんの？見えてます。今は見えてると思いますよ。あ、見えてます、見えてます。でもこれいいね。なんかね、和みますね。和むいやでも今からさ、はい、もう連休、5月の連休、はいはい、なかなか今もコロナでさ、はい、いろんなこう密集地に行けないけんさ、うんうん、こういうのなんか庭でやってもさ、なんか子供さんと、うん、いいかもしれんね。キャンプファイヤーとか焚き火って結構薪集めないといけないじゃないですか。これ1本の木でできるっていうのがお手軽ですよね。うん、お手軽。え、スウェーデンキャンプやったら何やったっけ。スウェーデントーチ。スウェーデントーチもうキャンプになっちゃういやでもいいと思いますよこれで。なんかもう一パターンもあるみたいですね。はいはいはい、トーチの作り方が穴を開ける、穴を開けるタイプもあるみたいやけど、なんかちょっとこっちもいいよね。うん、でもこれ簡単ですもんね。十字に切り込み入れるだけなんで、うん、木はねやっぱね切り立てというか、あのもう準備しといた方がいいかもしれない、うん、切ってで乾燥させとかんと生木は厳しい。生木はちょっと燃えないと思うんで、もう今ぐらいからちょっとこう仕込んでね、うん、連休みんなで帰ってきた時にこのね、はい、スウェーデンキャンプでスウェーデントーチスウェーデントーチでやれるんじゃない。でおかげさまでね、はい、約10ヶ月でようやく登録者数も1万人を超えて、はい、ね、当初は1000人行くのにどのくらいかかるかって言ってましたもんね。そうそう、1000人行くのにね 1年かかるんじゃないかなと思ったけどな。この拙いね、このちょっともう頼りのない社長、部長が助けていただいて本当にありがとうございます。もう編集で持ってるようなもんですよ、僕なんか、ね、もう僕なんか戦場しかできないインパクトしか打てない丸のこしか使えないそんな人ですわ。いやいやちょっとなんかしんみりしてきたんで火消しましょうかね、めちゃ語ります何これ多分もうみんな多分離脱しようもうそれがもうスキップをしよう今頃あの人気の、うん、あの動画とかで、うん、あの炎だけとか、炎だけとかね、炎の揺らぎだけっていう、まあ、この喋りいらなかったかもしれないですまあ本当ね、たまにねやっぱりあるんよ、もうちょっとこうカタログのね、はい、あのちょっと俺がこう理解不足でさ、はいはい、ちょっとこう動画の中でもさ、はい、ちょっとこう訂正を余儀なくされるような動画もあったりしたよね、はいはいはい、そんな中も本当なんか視聴者の皆さんは温かくね、はい、コメントをいただいて次また頑張りたいよね。そうですね、今日最終回ねえよねまあちょっと最終回の雰囲気出てますけどあでもこれな、ほんといいかもしれない。あ、よかった、ひよこチャンネルさんありがとう。なんか俺これをするきっかけになったよ今回。そうですね、スウェーデントーチっていう言葉も初めてね、初めて知った。でもうほんとチェーンソーなんかね、うちの専務がいろいろやってたけど、こういう使い方がいいよね。そうですね、やっぱ木を切るだけじゃなくてさ、具体的にいいチャンネルですよ、ひよこちゃん、うん、今からいいチャンネルになっていくと思います。僕ちょっと偉そうやけど偉そうやけど切り込みがあれなんでしょうね。多分ね、そうそう、この下からあの空気を取り入れて綺麗に燃えるようになってるんですよね、うん、やけん穴を開けるトーチのタイプも上からズドンと穴開けて横にこう空気を入れれる穴を作ってましたもんね、まあ、あれもなんか可愛かったよね。そうですね、もっと小さい系で、そうそうそう、あれはなんかでも女性がやるから可愛いよね俺がやったらね、もうほんと俺なんかインパクトしか使えない洗浄機しか使えない、丸の子もろくに切れない、ね、そういうなんかもうおだった社長っすよまあでも俺らもあれやもんね、そんなに若くないからね、そうです、一気に突っ走りたいよね。そうです、そうです、この炎を待ってられないもんね本当は、ね、本当はブロワーで吹かしたいぐらいやんねこれもう本当キャンプとかも最適だと思うよこれ、うんうん、これできたらもうなんかもうモテそうな気がする。そうね、うん、ちょっとおしゃれだね、ちょっとおしゃれだね、できる子じゃんみたいな、できる子じゃんになるねちなみにさ、これさ、はい、緊急時、あ、災害とかねとか、はいはいはい、なんか良くない、はいはいはい、なんか常備なんかそんなを用意するよりもこの乾燥したさ、これを用意しとって、で着火剤とこれだけあればいいやん、うん、
で回します。いや、もういいんじゃない。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、両備さん、まあ今はですね、京セラインダストリアルツールズさんの充電式、バッテリー式のですね、チェーンソーを使って、木材、もう杉になりますけども、直径が、20センチ弱の丸太をカットして、それから十字に切り込み入れて、着材入れて、それから着火して、スウェーデントーチを作ってみました。本当今日はちょっと作業は楽しかったですね。もう本当切るだけじゃなく、こういう作業ができるのっていいかなと思います。今からのシーズン、キャンプとかね、いろんなところでこれ持って行って楽しめたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これ教えていただいたひよこチャンネルさん、ありがとうございます。リンク貼っときますんで、皆さん応援してあげてください。というわけで、今回はですね、機械ツールの紹介というよりもスウェーデントーチの、ご紹介というか作り方というかをやってみました。本当簡単なんでね、皆さんやってみてください。次回もご視聴よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。